ステージ第4戦ハイライトで今日のゲームを振り返ります。今日は先発はバンデンハークでした。シーズン13勝。まず立ち上がりは池田さんどう見ましたか。いや立ち上がりはね球もね良かったと思うんですよね。ただまあコントロールがあまりできてなかったけど勢いはありましたね。三者凡退のピッチングのスタート。2回のピッチングもご覧いただきます。4番のウィーラーを緩いカーブで三振、さらに島内も三振。まあ随分力が入ってたんだと思いますよ。浜田桐沢連続ヒットでピッチを迎えたんですが岡島をチェンジアップでセンターフライに打ち取ります。楽天イーグル先発は岸です。ファーストステージ好投した岸、2回に先頭内川がコツンと当てるライト前ヒット、その後昨日殊勲者中村が送りバントをしっかり送ってワンアウト2塁、すぐ松田ライトフライで2アウトに変わりますが長谷川優也、長谷川もこのシーズンなかなかまだヒット思い出てなかったんですがレフト方向へタイムリーツーベース、これ良かったですね、ナイスヒットでしょう。1点を先制、ついにこのシーズン初の先制点ホークス。さらに3塁でバッター高江ですがここは岸の前に三振です。1点止まり。3回です。2アウトランナーなしになってバッターデスパイネ、岸のカーブを見事レフトスタンドへ。いや高めにも行ったし曲がりも甘かった球見逃しませんでしたね。2対0とします。 CS 初ホームランになりました。4回です。バンデンハークはこの回先頭の銀次にホームランテラスへソロホームランを打たれまして2対1逆転1点を返しました。でこの後から少しバンデンハークがフォアボール2つなどがあってですね、ピンチあれ打てましたね。この点がね結構重たかったですね、パスボールで2対2追いつかれます。あちょっとこのパスボールかわいそうですね、ワイドピッチなんですよね記録はね、5回です。2アウト1、2塁で5回も2アウトまで取ったんですがね、その後フォアボール2つからウィーラーのライト性のタイムリーツーベース、もうきちんと狙ってましたね外の球を。イーグルスが勝ち越す3対2。この後のピッチャー交代になったホークスです。6回です。イーグルスは2番手ソンチャーホーがリードした6回からマウンドに上がったんですがショットに内川がレフトスタンドへホームラン。すごいホームランでしたね。 CS4 試合連続アーチ、さらに続く中村が2者連続これで4対3勝ち越し。これが見逃しそうになりましたね。一気にこのわずか 1,2 分の間に逆転をしたソフトバンクホームランにあつで、ホークスはリードを奪った後8回モイネロがマウンドに上がっています。今日は岩崎ではなくモイネロをバッターにまたぎで使ってきました。まあ右バッターもあったんですけど、ね、よく粘って決勝しましたね。ウィーラー島内を抑えてで2アウトなしから8回途中だったんですが、ここで触っておくようですね。まあびっくりしましたけどね、シーズン中も2回しかなかった甲斐またぎですが浜田を三振取ってしっかりこの回は結果三者凡退。そして9回もちろん澤手が続投で藤井さんをまず三振、岡島も三振、代打増田がフォアボール、オコエが代走で盗塁を決めて2塁ですが最後茂木を空振り三振でゲームセット。4対3ソフトバンクホークス1点差をものにし、これでホークス日本シリーズ進出に大手をかけました。トータルこれで3勝2敗としております福岡ソフトバンクホークスです。